部屋とリリーと。こんばんは、リリー・フランキーです。この番組は自分自身で作った理想のお部屋にお邪魔する番組です。今日のお部屋は古民家の部屋では、お邪魔します。ああ、昔ながらの階段がまずあって、ああ、でも冒頭のリフォーム前の写真と比べるとずいぶん明るいお部屋になりました。ああ、でも開放的ないい空間ですね。まずは天井、ベニヤを一松張りに。この一松張りが入ると粋な感じがねします。ダイニングの上は開放的に、機能的なテーブル、収納スペースを兼ね備えています。杉の渋い色が出てますね。クローゼットは下地材として使われる構造用合板を使用、重いので戸車をつけています。断熱のための二重の窓、工夫で快適な暮らしになるんですね。昔のね、扉は寒かったですから、うわこれうちの死んだばあちゃんとこにあった同じガラスだね。うわ、この鍵が懐かしい。これね、回しても回しても本当に閉まらなくなるんですよね、ネジ山切れて。そしてまた猫が快適に遊べる部屋作りですね。本当にご主人が猫大好きそう。庭のイチョウの木を再利用してテーブルに。削って乾燥させるとこんなにね、重厚なテーブルに。またお庭もいいですね。この井戸の感じといい、昭和の風景と今の過ごしやすさが融合しても。お、干し柿、時々俺のばあちゃん思い出すアイテムが出てきますね。そんな彼のお気に入りの空間は縁側だったスペースに作ったデスク。ああ、また猫が。古い家でもこんなに素敵に生まれ変わることができるんですね。この番組は柏原グループの提供でお送りしました。お邪魔しました。また来週。